モントリオールに住んでいて個人的に気づいたことをあるあるとしてまとめました。それまで常に日本で生活していたので、日本との違いという視点で言及しているものもありますが、ノーオフェンスです。ので、ご了承ください。生活、交通、食の3つに大別して紹介していきます。今後の参考になれば嬉しいです。まずは生活。当たり障りないところから行くと、街中にフレンチが溢れ返ってます。標識、駅名、店の看板、商品、広告など、すべてフランス語で書かれてます。これが確か州の法律で決まってるとかなぐらいの重大な話で、その流れに沿ってるから、ケンタッキーフライドチキンの KFC も PFK なんですよ。こだわり強すぎて初めて見た時しばらく笑いましたよね、さすがに。すごいんですよね、フランス語に対する意地が。あとすべての商品パッケージにフランス語表記と英語表記が両方ないと売ることすらできないとかいう法律もどうやらあるっぽいです。はい、あとはモントリオールは壁画やオブジェが多いですね。街を歩いてると芸術作品を目にしないことが不可能なぐらいどこにでもあります。各駅構内の様相もそれぞれ違ってて飽きないのと、まあ、例えばアリバイを作るのとかには最適な背景だらけです。美術館もいくつもあります。それに関係ありそうなことでは外でのイベントが多いです。特に夏、路上飲食系のお祭りとか音楽フェス、アートフェスティバルだったり、フリーマーケット的なもの、楽団や劇団がパフォーマンスしたりなどしてました。冬は街中にもスケートリンクが出現するんで、マイスケート靴を持ってる人も多く、いる。とはいえ冬は雪が大量に降ったり寒い期間が長いから、見てる感じみんな夏大好きですね。冬の様子自体は北海道に似てます。1年の約半分くらいは冬みたいな。お店が多いストリートは雪が溶けると一帯が歩行者天国と化して、イベントが行われたり、ちょっと座れるベンチとかオブジェとか各店舗のパティオ席が設置されます。基本的にどこの飲食店も屋外席が作られてて、しかもそっちの方が人気でした。基本みんな外が大好きなんで、バルコニーや庭や公園で飲食したりピクニックしてました。外で食べたいと思ったことはなかった人生だったけど、なんか汚いイメージだし。でもやってみたら結構気持ちよくて、帰国して暖かくなってきた今も渇望してしまっている自分がいます。地図見たら明白なことではあるんだけど、改めてニューヨークが近い。モントリオールから車で約6時間くらい走るだけで到着するんで、国内旅行の感覚であの世界都市ニューヨークに訪問できるってことがとても不思議。当時のニューヨーク4日間旅行の様子は後日動画にする予定です。モントリオールでは街歩きをしているといかにも荘厳な建物をよく目にします。歴史的な建物、なんとか教会や聖堂などが多いです。これは定休日や行事中でない限りは基本的に自由に入れて見学可能になってて、座って静かにゆっくりしたりできます。自動ドアと聞いてまずイメージするような左右に開くものもあるんですけど、なぜか開き戸タイプのドアが自動なことが多かった印象です。付近にある縦長の銀色ボタンを押すと勝手に開いてくれます。たまに故障してて、いつまで経っても開かない普通のドアなこともある。デパートとか公共施設風の場所には日本でもおなじみの水飲み場があって、しかもボトルにフィルする前提のくぼみが併設されていることがあります。普通の水飲み場でこれをやると、なんかがめつさとか浅ましさを見せびらかしてる感じで恥じらいを禁じえないですけど、こうやって示してくれてると堂々とできていいですね。水筒持ち歩きが浸透している文化だからこそかなと思います。街の中を歩いてると、特にダウンタウンなどの都会では一区画ごとにゴミ箱が置かれてます。住宅街でも数百メートルに一つは必ずありました。食べ歩きとか飲み物で出るゴミを長らく持っていなくていいので、非常に楽です。ものすごい数のゴミ箱があるのに、これをすべて処理してくれる人がいるんですよね。驚きと感謝。ゴミ箱と同じ感じで、道に灰皿も備え付けられてありました。日本は基本的に歩きタバコはもう NG だから面白いですよね。タバコの代わりに決められた場所以外では飲酒が禁止されているようでした。こう、路上喫煙がまかり通っているために、街中で急にウィードなど薬物の匂いを感じることがあります。多々あります。合法で全く珍しくないし、一度数時間外に出たら1回以上は必ずどこかで香りに遭遇します。この影響でドラッグの匂いを覚えました。タバコの匂いがマシに感じるほど臭いです。日本でいうカラスや野良猫よりももっといる感じで、リスたちが普通にその辺をちょろちょろしてます。むしろ野良猫やカラスは全然いなかったと思います。水辺の付近だったらカモ、グースの集団がいることも、人間にあまりビビらない。夏は食べ物や飲み物の甘い匂いめがけて
てワスプが寄ってくるので注意。街のゴミ箱付近はワスプの溜まり場。ただ空港が街に近いから理屈は不明ですが、飛行機がかなり近くを飛んでいきビビります。ファーマシーに風邪薬などを買いに行くと、だいたい薬の置いている棚はガラッガラで目当ての薬が買えません。必要な時にすぐ使えるように備えておくことは大切だね。クレンジングと名前が似ているクレンザーですが、どうやらこれは洗顔料のようでした。メイク落としの意味で買うならば、メイクアップリムーバーなどと明記されているか入念に確認の必要あり。よくあるティッシュ5箱セットやトイレットペーパー12ロールセットみたいなものが、日本と比較してちょっと躊躇するぐらい高かった記憶があります。ティッシュ5箱で700円とかもっとした可能性すらあります。トイレットペーパーはまだマシだったような記憶。よく考えたら、人の家や施設で箱ティッシュが置かれている光景をあまり見なかったから、生活必需品ではないのかも。コンビニやスーパーに当たり前のように弁当やおにぎりが売られていません。これって日本の文化なんだなぁ、ありがたかったなぁと痛感しました。コンビニの特権であると思っていた弁当やおにぎりが売ってないので、コンビニに頼るタイミングがありませんでした。デニッシュとか軽いシンプルパンは売られていることがあったんですけど、一回の食事にできるようなものはない。これがあれば便利だなぁ、使いやすいなぁみたいな期待は基本的にしない方が幸せな気がします。使いやすさのことをあまり考えてないなこれみたいな製品も結構遭遇しました。現地100円ショップの商品は作りが甘かったり壊れやすいし、痒いところに手が届く的な商品を見つけるのは正直難しいんで、痒いところに手が届きたい人は可能なものなら持ってきた方がいいかも。宅配の日付指定は基本意味ないです。前日に来たり3日後に来たりする。昼間は外から見たらやってんのかやってないのか分かんないほど暗い店が多かったです。でも意を決して入ると大体やってます。夜は店内の電気が見えたりするからまだマシ。トイレの扉の上下に人がくぐれるほどの隙間があるというのはなんとなく想像できるかと思います。これはセキュリティ上の理由らしいんですけど、まあ上下のそれは非常用の、まあそうだとしても、扉の左右の隙間も余裕で覗けるほどにでかくてあまり落ち着けません。あとは個室内に荷物を置ける場所がない、高確率でフックが壊れてる、便座が不安定、水が流れない、すぐ詰まるなど多種多様の違いを感じられます。土足文化のイメージはあると思うんですけど、とはいえ土足で部屋入ってる人は基本見たことないのに、日本にあるようなくぼんだ玄関がないからかなり不便です。玄関を開けたらすぐに靴下で歩く床、玄関ということにしているエリアで靴を脱ぐだけ。極端に言うと寝るフロアと靴が置いてあるフロアが同じレベルにあるので、なんとなく落ち着かない。大抵のアパートは洗濯機が共用のため部屋にありません。ランドリールームに洗濯物を持って行ってコインランドリーの容量で使用します。いちいちお金かかるんで少量で回したり、別の人が使ってるとかで自分のタイミングで使ったりできないっていうのが不便でした。まあ引っ越しに洗濯機というでかい荷物が一つ減るのはいいのかな。それぐらいですかね、いい点は。正直言ってこれはかなり住居によることだと思いますが、キッチンシンクが小さかった、食洗機を使う前提だからなのかも。帰国前最後の家は食洗機などない上にシンクも狭くて、フライパンとか大物を洗う時にイラついてました。 B5 くらいのサイズのシンクが2つ並んでる変なシンクもついに実際に遭遇しました。大抵宅配ボックスとかないんで、住民誰でも通れる玄関前とかメールボックスルームに荷物がただ置かれていたりします。他人の荷物見れるし盗みの可能性もあって落ち着けません。家だけに限ったことではないですが、細かい隙間や段差、平行、垂直のこだわりがあまりない、自由な設計が多かったです。少し強めの雨とか嵐、吹雪ですぐに停電起きて復旧も数日間かかることが多かったです。純粋にカナダ生まれの人間と出会うのが難しいくらい、いろいろな国から来ている人で溢れてました。特に中国や東南アジア、メキシコ、南米などのフランス語圏からの移民が多い印象です。街や住宅で国旗とか州旗が飾られている場面をよく目にしました。国や州の何かしらを祝う日のイベントも盛り上がりを見せてたんで、愛国心が強い人々が多いんでしょう。これ何っていうようなかっこよさの建物が銀行だったりします。日本のオフィス感丸出しの銀行とは全く違いました。銀行つながりで言うと、口座新規開設時に通帳が当たり前に発行されませんでした。完全にないのか、希望したらもらえるのか分かりませんが、入出金はアプリやウェブで確認できるし、確かに使う場面はありませんでした。警察官がたまに馬に乗ってます。かっこいいです。これは正直モントリオール全く関係ないんですけど、それまで普通に地図として使ってて乗り換え情報も見れることなんて知らなかったんで、地下鉄とかバスを使うときかなり便利でした。今では行きたい場所、行った場所をメモしたりと使い倒しています。 Facebook のマーケットプレイスは部屋探し、家具や服、雑貨などの売買にかなり重宝しました。実際に一人暮らしの部屋探しでマーケットプレイスを利用した様子は別動画にしてあるのでご覧ください。他にいい感じの
通販がないから消去法でという感じではあるんですけど、月10ドルぐらいで送料無料になるし、プライムビデオで映画とかも見放題だから良かったです。次は交通。地下鉄やバスのアナウンスは常にフランス語で流れます。フランス語がほぼわからなくても、生活していれば駅名や定型文は理解できるようにはなるんですけど、例えば地下鉄が止まった時にアナウンスを理解できないと、今何が起きてるのか、復旧はいつなのか、どうしたらいいのかがわからなくて不安になることがあります。各駅にそれぞれ違ったアートが設置されていて見応えあり、止まっているエスカレーターに頻繁に遭遇します。駅って結構上りより長い階段なんで、下りはまだしも上りが止まっている時の絶望、駅だけじゃなくデパートとかでも止まってるので、もはや文化だと思います。雪が溶けた瞬間に始まる工事ラッシュは雪が積もるまで続きます。行く先あちこち工事中のため、バスも迂回に迂回を重ねてどこに連れて行かれるか不安になります。これは間違いなくモントリオールの文化と断言できます。バスで乗り降りするとき、運転手に軽く挨拶するのがほぼマナーです。これとこれだけ喋れれば問題なし。バスの IC カードをかざしたり、乗車券を買う機会がよく壊れてて、1回にバスのシールが貼られたまま運転されてます。バス乗ろうとした時、体感3割ぐらいはこれなんで、その時は無料で乗れます。地下鉄もバスもダイヤが合ってないようなもので、よく早まったり遅れたりしています。で、地下鉄はまだしも冬に20分待ったバスが来なくて、次の便までまた40分待つとかもあったんで、精神を鍛えられます。降車時に券や IC カードを用意する必要がないので、これは慣れると楽すぎました。地下鉄もバスもです。乗客に情報を知らせる気のないバスが結構あって、日時や次の停留所を表示する電光掲示板がオフにされてたり、車内アナウンスさえないことすらありました。昼間かつ周りを見て判断できる土地ならいいんですけど、夜だったり工事による迂回があったり、慣れてない地区での乗車だと、スマホでいちいち現在位置を確認しながら、こう慎重に見極めて降車ボタンを押さなきゃ降り損ねることもありそうでした。普段の移動にチャリ、スケボー、電動キックボードを使ってる人多くいました。キックボードって子供が遊ぶおもちゃって印象だったんですけど、普通に大人の移動手段として成立していました。安全を十分に確認できていれば、誰でも信号を無視してました。普通の道路の両脇が駐車場になってて、買い物などのために停車もするし、家の車を駐車する場所としても使われてます。専用の車庫って多分一軒家とか大きなコンドとかじゃないと併設されてないんじゃないかな。駐車される前提のためか、道路幅は基本的に広いです。人間だけでなく、空き缶、ゴミ、切符、ゲームのコントローラーとか、いろいろなものがメトロに乗ってます。以上の交通関係あるあるは、以前投稿した公共交通機関動画も参考になると思います。続いて食。モントリオールにはチェーンではないカフェがあちこちにあるんで、カフェ巡りやコーヒーが好きな人にはたまらないと思います。バーも大量にあるんですが、しっぽり系のではなくて音楽ガンガンタイプのやつです。モントリオールで結構驚いたことのうちの一つなんですが、レストランとかで食べ残したものを持ち帰るのが割と当たり前なんですよね。日本だと衛生面とかを考慮してできないことが多いと思うんで新鮮でした。帰りに店員さんに持ち帰りたいと言うと、詰めてくれるか箱を手渡してくれます。過剰包装だったりプラ撲滅の意思が見えました。例えば飲食店のテイクアウトの箱が紙とかエコ的な素材でできてたり、スーパーの野菜は包まないでそのまま置かれていたりといった具合です。飲食店ではおしぼり出てこないのが普通でした。店員さんに言えばもらえるとかでもなくて、ただないので、トイレに行って手を洗うか、自分でウェットティッシュとか除菌ジェルを持ち歩くことで対策してました。飲食店のメニュー表に、料理の写真が全然ないんですよね。文字だらけで構成されてて、名前で想像するか、店員さんに聞くかしかないんで、ちょっと不便でした。まあでもいいとこもあって、メニューは基本一人ずつ渡してもらえるので、みんなで協力して一つの同じメニューに顔を寄せ合ったり順番に見たりしなくていいのが楽でした。だいたいどんな飲食店にもベジタリアンやハラル向けなどの特別食メニューがあって、マークがついてるので分かりやすくて楽でした。日本にもこういうシステムが導入されたら、複数人での外食も楽なのになーって思います。そもそもがベジタリアン向けの飲食店とかもたくさんあります。モントリオールに行くまで知らなかったんですけど、オムレツ、ワッフル、フルーツ、卵料理、デザートとかがワンプレートになっているボリューム満点の料理です。朝食レストランの名前の通りに早朝に開いて、大抵は昼過ぎに閉店してます。いろんなところにあって、いろいろ試すのが楽しくなってました。どのテーブルも基本ガタついてるのがデフォルトです。なぜだろう。飲食店に個室の概念は基本ないです。個室居酒屋が普通なのがどれだけ贅沢か理解した。カフェとかでもなく、アイスとかジュース専門のお店が結構あります。夏も冬も関係なく元気にアイスを食べました。パン屋さんとかベーグル屋さんも多いんで、競争意識があるのかどうかわかりませんが、美味しいものが
多かったです。ただし甘いパンばっかりだったんで日本の惣菜パンが常に恋しかった。クロワッサンフェスで巡ったパン屋のまとめもそのうち動画にする予定です。自分が行ったベトナム料理フォー屋さんは本当に常に美味しかった。もともとインスタントのものしか食べたことなくてその時は全然好きじゃなかったんですけど本当料理で食べたフォーで世界変わりました。お気に入りはフォーリエン人気店です。これめちゃくちゃ可愛くないですか。マクドナルドの普通のロゴかと思いきや中央にメイプルリーフが書かれてます。かなりカナダならでは。ファストフードで飲み物の注文するときは飲み物の種類じゃなくてサイズで買って M なら M、L なら L っていうサイズごとにカップを渡されるんでそれをドリンクバーみたいなところから自由に何でも汲んで飲めるっていうシステムでした。一回買えば飲み放題なんですよね。びっくりしました。飲食店あるあるチェッカーの紙出てきがち。ラインナップは黒赤の2色展開です。日本では見たことない食材や商品が日本のものとしてただ売られてました。でもこういうのは結局日本のことを知ってる人しかわからないだろうしそれを考えれば別の国の食材でもこういうことが起こってるんだろうなと思います。どういう理由でかはわからないんですけど卵の賞味期限がかなり長いなって感じました。生で食べない前提だからかな。でもどうしても生で食べたくて買い立ての時に生卵として食べました。買う時は中身が割れてないか確認よう。ないことはないけど食べてて邪魔になる黒い硬い種がほぼなくてかなり食べやすかったです。一玉日本円換算で600円とかで買えるんで夏はほぼ毎週食べてました。スイカ大好き。スーパーのチーズコーナーにいろんなチーズが常にあるんで楽しかったです。シンプルにバゲットと一緒に食べたのがかなり美味しかったことでチーズの美味しさというものに目覚めた感じがあってもともとチーズは好きだったんですけどもっと好きになりました。チーズ大好き。最後に総括して諦める欲は主に3つでカラオケはあることはあるんですけど日本で使うような便利な曲作品タブレットがないのと当たり前だけど日本の曲もあまりなかったりしてやきもきします。あとは本当の日本食を知ってる身からするとなんか違う料理特に寿司を食べる機会が多くて途中から諦めて帰国を待つことにしました。スパではなくて温泉あと家で湯船に浸かってゆっくりするみたいなことも諦め対象です。逆に意外と諦める必要のない欲は外食の楽しみ。国際食豊かなレストランがたくさんあって食べたことない料理のさっき言ったフォーとかを食べる機会に恵まれたし根は張るけど行きたい場所は尽きないほどに選択肢は多様でした。以上です。これから行く方の参考になったり行った人の共感を得られたら嬉しいです。